第2回ソングの日本の、文化交流文化祭を行うために、今回20人の日本人と呼ばれました。よろしくお願いします。3月の現場が始まるのを見ていると言っちゃった人が頑張っているのを入られたりするし、最近先生に言っていると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 今回は、本日、夕方4時からですね、初めての試みのチンギスハン広場で、盆踊り、盆ダンスですね、盆踊りを大体100人ぐらいの方たちに浴衣と発表を着ていただいて踊ります。今後ろにいる高校生たちに太鼓を叩いていただいて、モンゴルのチンギスハン広場、アダンバードのチンギスハン広場で盆踊りを行う、こういうことを初めてのところでやります。자먼저하라이드안전한장가서중심한걸육번호시안하니어떤것도없던말이지나도없는이분들그렇게육번호성진이있으면아소라진이우리가한번더잘못쳐가우리가한번더육번이타이코들이숨잡는데우주불이경험을하라니우주수가는아무동생이조발에직진японы огон гэжийг бас театрын төлөөсөө болоо. 昨日、ウランバートル市内の高校生と、大学生の方々に、文化センターに集まっていただき、盆踊りの踊り方と浴衣の着方をレクチャーいたしました。うちでこういう春に言うと、ハーバーに着てたから、ピッグが오늘들이어떤바이든보지자원김원학교스킨아생각이뭔가힘아하트도전부들이서로어유들만들다가서로신나자가왔을까아그리고이게어유들만오늘들어가서만나들었던것이좀더받았던것같아요非常に皆さん覚えが早くて大体2時間で両校庭を終わったわけなんですけれども、高校生と大学生、そして日本からが高校生もいましたので、素晴らしい文化交流ができるというような予感がいたしました。宇宙人様の参加が先生が言っておっしゃってました。時でまた新しい方が残念ですが、本日です。宇宙人は太鼓部に翻訳を遊ぼうと若い方が言っていました。자오늘들어서시작할때어하이러니선생님사장님과일어나서이번미국의힘들을소개해주셨다戦後、日本のシベリア抑留者が、このチンギスハン広場をはじめ、オペラ劇場を一生懸命建てたという歴史がありますが、日本とモンゴルの友好関係、相撲だけではなく文化が一つ大きな架け橋となって、さらに、モンゴルと日本の友好関係が高めることを祈って、これを毎年続けていくということで行っていきます。자유리사현에서왔습니다몽골과일어나는자오스마터사이즈주연오스토리딩스비즈니스그치사마시우리들들지마시사마터이리그부분부터가르치주연몽골과일어나는하나수모зөвхөн сүмөө төдийгүй одоо маш олон төрлийн соёл урлагийн болон соёлын харилцаагаар одоо хүрээгээд ийм одоо зорилттойгоор энэ үндэсийнхаа одоо энэ удаагийнхаа үдрлийг зохион байгуулж байгаа. Цаашид ч гэсэн Монгол Япон хоёр орны харилцаа улам батжиж өрөвжиж хүрээгээд хийж явахыг одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгхийг бас найдаж байна. 今回初めて日本の高校生を、2つの高校を連れてまいりましたが、その顧問の先生も今日見えておりまして、お二人からちょっと一言紹介の方々お話をいただきます。이제다왔다어머니가이번박사한번만잡았다하고또다어머니가이번박사하이르마샤다어떻게다이스마 하소마니가이렇게
태국 우리 한국에서도이이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 이
昨年は日本の皇太子の前でも演奏しました。今日本では、相撲で、とにかくモンゴル勢が非常に強いです。でも私たちの和太鼓部はその白鵬の強さ、春馬富士のスピード、鶴竜の技術、それを兼ね備えたチームであると思っています。ぜひこのモンゴルで日本の和太鼓が旋風を巻き起こせるようにいい演奏を聴かせたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。埼玉から来ました武蔵越生高校の和太鼓部です。チーム名清流と言います。顧問が教えるというよりは生徒たちが自主的にいろいろ考え、自主的に演奏活動を行っているチームです。で今回は、国を越えてまた、過去の世代を超えた過去の日本人たちに魂の音が伝わればと思っています。どうぞよろしくお願いします。在台湾地，比较是有国色的，所以呢，还有各国的文学，比如讲，母语的这个三国的文字传达，比如讲，还有各国的文学，什么的这个的，文学啊，什么的，突尼斯啊，比如讲，文学的所生存的，突尼斯啊，那么文学的故事，文学的历史。今回この高校生たちの日本ではハッピーと言いますが、お揃いのハッピー、これを第1回目から着ることになっています。後ろにはハッピーの後ろには今回、モンゴルと日本の文化祭のマークが入っています。ご覧いただけますでしょうか。じゃあ今日は23日の当日はこの若者がこの発表を着て力強く太鼓を叩きます。これからそのデモンストレーションを少し皆さんにお聞かせしたいと思います。Thank you.
の前夜祭、そして23日の本番に皆さんにお見せできます。ぜひ多くの方々にお越しいただければと思います。さあ、先日中の結果が頑張っていま前夜祭と予知参加されて、また発掘する日が台湾発祥の様々がし春の方が同時に見ちゃったと、また任せば撮影戦発生したんだという結果が進んでいます。多分最高のね、スーちゃんが皆さんご存知で続くのかな。皆さんじゃないか、ご質問があればぜひ聞いてください。
Thank you.